まだ何も終わってないぞ。ドラウピン、もう一発モーニャツ行きたい。一メンツアカ初統一、うん、いいじゃないですか。いいですね。松本ダブナン統一。なんだこれ、なんだこれ、え、ニャンコ、え、三メンツイーサンテンだ。ハイパイ、とりあえずダブリーチャンスでしたけどね。三層とか引いたら大変なんだ。あ、でもドラ引いたんだ。うわ、やば。これもう多分イーソーでやるぞってことになると思うんですよ、ソーダさん。はい、かなり高い手になるんじゃないですか。なりそうですね。やばい、すごい手が来てる。いや、これ滝沢さんちょっとうかうかしない。いやいや、うかうかしない。何はポンは、何はポンは、何はポン、はい、いやでもこれ松本が泣いてくれば俺の相撲が増えるぜ、園田。さあ何が来る。えい、ヒュンなんじゃない。これ何引くのが嬉しいんでしょうね。三蔵引いてもう即利でいいか。ドラ切ります、その時って。いや、わかんないです。急切ってのパーピンもある。トップ見るならそっちにするかも。ちなみに滝沢初泣いてないです。パーピン食い取られた。なんかさ、そうなら、これはいそう、もういそうですか。ゆったりいそういくか。そもそも三蔵引いてもパーピンでいいしっていう。であれば4万やローマンのツモを生かしたい。はい、ウッパーピンリーチだと跳ね回り以上になる可能性高いんでね。はいはい、跳ね回り積もっちゃえば分かんないじゃないですか。まだ分かんないですよ。跳ね回りってことになると思うんですけど、安全にいけそうでないなら多分しないと思いますね。あ、これならポンですか。おお、チーかなり松本さんね、皮濃いんですけど、はい、それでもチーワンキーワンかぶせに行きましたね。自然に打ってる、きた、うん、うわ、これまだ脳天、うん、あ、でもこれでウーワンか数層の選択。ドラウピン目いっぱい使いたいならウーマンもありますよね。あります、あります。あと松本さんに対してのケアと。でもさすがに数層かな。でもウーピン打ちたくないかも。いや、何を考えているこの目は。かなりやっぱりウーピンを打ちたくないっていう思考になりそうですね。ウーピン打ちたくない、はい、ウーピン打ちたくないんだ。ウーピンを絶対使いたい。じゃあハネマンに打ちたくないプラスハネマンにもこだわりを見せている、うん、そうですね。いや、でも滝沢さんね、もうめちゃくちゃ被せてますね。ですね。松本さんの顔は尋常じゃなかったですけどね。まだ1個しか泣いてないとはいえ。はい、いや、もう岡田さん今日苦しいな。岡田もうちょっと手がなんかもう全然戦えない。もうこれラスはもうしょうがないですね。しょうがないってやつですよね、はい、無理がある。なんかあのアベマズの白鳥さんもね、初戦そんな感じのラスに見えましたけど。ありますね、そういう4着ってあるんですよね、はい、マージャン。あります。いや、引かない。何がいいんだろう。リャンソアンコかな、やっぱり。それともローピンとかがいいのか。ローピンが一番理想的ですか。まあウーピンもいいのか。滝沢は今チーピン引いて両面できたんですけど、ピンフにしませんでしたね。初が一枚切れですよね。一枚切れってことはこれリー、うん、どうするんですか。ウッパース6球ピン引いたらどうするんでしょう。 E1 って振り点だ。6球ピン、なるほど。でも6球ピン引き戻したらウッパースとピンフですけどね。でね、 E1 全員に切れる牌だったんですよ。はい、あー、うわー、来た。あ、リッツ、これすごい。あ、でもパーピンゼロだ。あら、パーピン、リアンソーもゼロ。うわ、ウーピン1個しかない。でもウーピン1個あると言える。ウーピン1個引いたら勘できないから。何倍マンですかこれ。ウーピン1個引いたらリーチツモ3アンコを赤ドラが1、2、3、倍マン、2倍マンです。テンパイ、ウーピン対ウーピン、カムピン。うわ、ウーピン対決になった。うわ、3ピン、びっくりした。うわ、松本勘3ピン。リーズも3アンコ1、2、3、4、5、6、10番。いやー結構息のむ。全然ある、園田なら。こういうのクリアする人なんだよな、これ。めちゃくちゃドキドキする。ちなみに、はい、あの今年カンで あるじゃないですか。ありますね。あいや、でもこれはさすがにリーチいかないんじゃないですか。てかペイがそもそも打てるかどうか。一枚切れ、状況がちょっと打ちにくいですけど、まあ、手配的にはもちろんリーチ打ちたい手ですけど、行くと見た、行くのか。ペイ切るなら僕はリーチすると思う。ペイが打てないと思って回るはあると思うんですけど、1枚切れ打てると思うならリーチすると思いますね。あ、でもウッパソどうなんだ、待ちとして。ファースト2枚見え、あー、リーチいけるほどの待ちじゃないということで初か、はい、もうペイの
まあ、ペイを打つリスクすら取りたくないっていう。はい、うん、ウーピーあるよ。積もったら大変。うわー、近い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 、近づいてますよ。近づいてますね。あ、朝倉さん、いやいやいや、とてもいい解説ですよ。あの、客観的事実を述べただけです。5に近づいてますよね。そうそうそう、3、4の次は何ですか。5じゃないですか。 6かもしれないしね。それは1個飛ばしてますよ。サブローソスーソ3枚見え。スーピンが通ってる。うーん、いやね、園田ね、こういうの積もるね。結構園田こういうの積もる星に生まれてると思うんですよ。僕はやると思いますよ。なんかでも分かります。分かります。はい、なんかそういう期待感ある人っていますもんね。うん、でもね、ここで松本さんにね、カムピン積もられてグニャーってなってる姿も想像つくんですよ。ってことは、はい、松本が押したらどっちか上がるな。さあ、でも三蔵、サブロッソってそんなにめちゃくちゃ危なくはないから、ワンチャンスですね。通奏宣言杯ですけど、うーん、いった。はい、行きましょう。これはどっちかグニャる。ウーピン、ウーピン、うわ、上がりそう。どっちか上がるよこれ。朝倉さん、どっちか上がりそうっすね。朝倉さん。あれ、何、チー、いたずらなチー。あー、チーピー、まだテンパイは取れる可能性ありますね。ですね。どうよ、いやどうよ、炭酸ピン無理無理、ウーピンあるよ。どうよ、はよ、間違いないですよね。パーピンゼロ、はい、リアンソーゼロ、ウーピンチですね。はい、ちなみに、はい、トンが1枚ありますね。朝倉さん、はい、いいとこに気づきますね。あるかもしれないですよ、今日は。いやいや、本当そういうことですよ、そういうことですよ。はい、いやでも、いやでもトンよりさすがにウーピンを、ウーピンの行方が気になる。ウーピン1枚ある。どうだ、チーピン。347でしたね。あ、トンが、あ、トンなくなった、トンなくなった。あと何回ですか。あと1回ずつだ。あ、違う、松本入ってた。松本さんが2回。はい、園田1回。うーん、あるよ、園田パイマンから。ダメかー、園田さん長居はなくなった。上がりたかったねこれ。いや、松本さん長居まだある。あるある。あ、入ってたら2000予選だ。はい、それとも滝沢の春姉がワンパイに入れるか。どうよ、うわー、ダメ、松本だ。同じ街、ルーピンにらみつけるそうだ。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。